前の動画でねファームについてねちょっと話したと思うんですが、で皆さんにねファームってねこんな感じなのかなっていうねなんとなくのイメージがついたんじゃないかなと思っております。今回はね運ありきと言われるねファーム選びの中で少しでもみんながいいファームにありつけるようにファーム選びのポイントをいくつかご紹介したいと思います。はい、まずその前にねまずあなたがファームに行く目的理由を確認してください。多分大きく分けて3つと思うけどね。1セカンド目的、2お金目的、3ただの経験。全部欲張りだなおい。まあ分かるけどね俺もそうやったし、でもうまい話はない。やけんね優先順位をつけてくださいね。例えば俺の場合は優先順位がセカンド取得やったわけよね。そんでまあお金は稼げたらラッキーぐらいな感じやったかね。まあ結果ねセカンドも取れたし、お金はがっぽり稼いだわけじゃないけど、まあ全然プラスにはなったんで、それで俺は満足なわけですよ。やけん優先順位がお金目的の人にとっては俺のファームは全然良くないファームやったってことになるよね。やけんこんな感じでねやっぱ目的によって妥協点っていうのが変わってくるんでね。はい、ではまず先にねセカンド目的の人たちね、これはね別に日豪サイトとかの情報でいいと思う。日本語やけん簡単やしね。やけん結局セカンドがね取れればいいわけやけんが、実際に過去でね働いとった人たちがきちんとセカンドを取っていったかどうかっていうのをね確認せんといかんね。そうやって事前にね聞いとくのももちろん大事やけど、着いたら速攻でねそこにおる人たちにセカンドねここ取れるんですかってちゃんとね確認するのもしっかりしとかんといかんよ。あとは聞かんといかんのは休みの日を働いた日数っていうかセカンドの日数としてカウントしてくれるかどうか、これ聞いとかんといかんね。だけど休みも含めて88日の中の1日に含めてくれるところもあるけんね。それからペイスリップがもらえるかどうかね、給与明細ね、これは申請の時に絶対に強いやけんね、これも聞いとってくださいね。はい、やけんが俺の行ったファームはセカンドも取れますよと、仕事もありますと、ペイスリップももらえますと、まあ、やけん俺のファームはね必要条件は満たしとったんよ。でも俺はさ詐欺られたって言いよったよね。あれは本当事前情報があまりにいいことを書かれとって、で言ったら全然違くって、その落差で詐欺られたって言ったよね。本当内容はね詐欺的やったね。じゃあなぜそんなことが起きるのか僕が教えてあげましょう。日豪サイトに載っているファームの情報は誰か日本人が日本語のわからないオーナーの代わりに載せている、このケースがほとんどです。そしてその日豪を頼りにやってきた日本人1人当たりにつき集客料がもらえます。やけん人をたくさん呼べば呼ぶほどその人はファームのお金プラスアルファ稼げていくわけよ。でそれが普通のピッキングよりね稼げたりするわけよ。具体的にはね1人当たり30ドルぐらいやないかね。ただ日豪に乗せるだけで、人が来るだけでお金バンバン、10人集めたらはい300ドル、おいしいね。もうみんなわかるよね。やけんが日豪にはセカンド取れます、週1000ドル稼げます、 Wi-Fi 完備、清潔なシェアハウス、優しいシェアメイトたち、初めての方でも大丈夫、いいことしか書かんよね。で悪いことは聞かない限りは教えてくれません。でもこれ悲しいのはさ、同じ日本人よ、みんなそれなりの決意とさ緊張と不安を胸にね、その日豪の情報をもとにはるばるやってくるわけですよ。そして全く書かれてあることと違う状況だったら、このがっかり感もね本当にねないよ。よく自分の私利私欲だけで人を騙すようなことができるなってな感じでまあ言っとりますが、ちゃんとね日語に載っとる情報でもちゃんとやり取りして聞いてね確認してやればいいわけですよ。別に日語に載っとるやつが全部ダメ悪いって言えるわけやないけんね、鵜呑みにしないでくださいって言ってるんですよ。はい、てなわけでね、今日はファーム選びのポイント前編をやってきました。次回はセカンド取得よりもお金を稼ぎたい人向けの動画をアップしますんで、興味のある方は楽しみにしててください。それではバイバーイ。